参観戦績は夏の岐阜県吹奏楽コンクールで27年連続金賞を受賞し東海大会に出場いたしました。マーチング大会では15年連続全国大会に出場し歴史3回金賞を受賞しています。年間の地域行事への参加期間は20回を超え、定期コンサートは6月と1月にそれぞれ2回公演を行い、会場満員のお客様をお迎えしています。来年の1月にはアメリカ・カリフォルニア州バカカレッジで開催されます第126回ローズパレードにアジア代表として出場することが決まりました。先日、岐阜商業高等学校吹奏楽部の皆さんです。どうぞ遠慮のほど。